じゃあ、25周年なんてやっぱり、人生で1回しか来ないんで、私も祝ってもらってなかったもんで、それでじゃあみんなでお祝いをしようということがひょんなところから始まりまして、今日の会につながったということになります。ここで乾杯ということで、皆さんご発声をよろしくお願いいたします。富永先生おめでとうございます。乾杯。Be
待ってます。じゃあ皆さん今日ね本当ありがとうございました。またこれから25年僕も頑張りますので。